パリ・サンジェルマン、PSG のネイマールがロンドンで友人たちと再会している。ブラジル代表の一員として14日火曜日にウェンブリー・スタジアムで行われたイングランド戦に出場したネイマールは、同じくロンドンで開催されたサベスト2017のプレゼンターを務めたレーラ・アンナリーと再会している。なお、レーラ・アンナリーは、 サベスト2017の授賞式の際にネイマールにインタビューしている。ネイマールとレイラ・アンナリーは授賞式後も交友関係を持っており、同じくウェンブリー・スタジアムで、イングランド対ブラジルの親善試合を観戦していた歌手のデミロバートと共に写真を撮影している。なお、デミロバートは昨夏にもネイマールと FC バルセロナの US ツアーの際に会っているのに、 加え、興味深いことにデミロバートとネイマールは同じタトゥーをそれぞれの体に入れている。うん、スポーツ